質な壁で覆われた空間、全て無駄だ。こんな奴らに俺の計画を台無しにされてたまるか。お前なら俺のために死ねるだろう。さあ、エリを返してもらおうか。潔癖の毛があってな、触られるとつい頭に血が昇っちまう。ここまでされたのは初めてだ。悲しい人生だったな、ルミリオン。動きが読めない。アイアンソウルじゃなかったら貫かれてた。力と速さ、それだけだ。こいつの相手は私がする。僕らが通ってきた通路です。本気じゃなかったのか、こいつ。体中がビキビキと痛いし、長くは持たないけれど動ける。ワン・フォー・オール 20%。 俺の言った通りになるだけだ。全員死ぬ。その未来をねじ曲げる。耐えろ、勝つまで。こいつは死んでもエリちゃんを諦めない。一撃だ。マンチェスタースマッシュ。よけ。いくら早かろうが、先の二人に比べれば動きの線が素直で見えやすい。ったく、修復といってもバラす瞬間はしっかり痛いんだ。地面が割れて細かくなってなかったら、でっかいトゲで終わってた。まだ、まだだ。お前のせいでまた人が死ぬぞ。俺が望みなのか、エリー。私は、そんなこと、望んでない。気づいてるか、お前は求められてない。そうだとしても、余計なお世話だとしても、君を助ける。君のヒーローになる。巻き戻す個性。この人たちは諦めない。助からなきゃ。もう一度、あの優しい手に。エリちゃん！あの時、話してしまったってよ。返せ！誰にも心配させることのないくらい。蹴りをしようとして吹っ飛んだのか。つまり全力のワン・フォー・オールを出した。
使い方も能力も教えてないのに。親父の宿願を果たすためにお前がいるんだ、エリー。僕は 100% を出していた。もしかして君の力なの？人間を巻き戻す、それがエリだ。呪われてるんだよ、そいつの個性は。絶対嫌だ。とっても優しい個性じゃないか。ワンフォーオールフルガウル 100%。 エリの価値もわからんガキに利用できる代物じゃない。エリちゃんの力が強まってる。止め方がわからないって千崎が言ってた。ねじ曲げる。